神戸町田プレゼンツドライブショー。こんにちは、中島あゆみです。浅井です。キャリーです。はい、というわけで、はい、今日久々に晴れましたね。すごいですね。めっちゃいい天 気です。雲一つないです。今日はですね、はい、久々に、うん、あの試乗以来のマツダ3のセダンタイプが、はい、今日はですね、私が運転するんじゃないらしいんです。あ、そうですか。早速ではお願いします。どうも、ですね、はい、関さん、はい、あの神戸マツダといえば、はい、神戸マツダのアンバサダーということで。そうなんですよ。 CX8 オーナーになって2年目、恐縮です。どうですか、2年乗ってみて CX8。 そうですね、1年と3ヶ月くらいなんですけど、もう1万キロも優に超えておりまして、はい、なのであのすごいもう生活の中の一部として私は乗らさせてもらってるんですけど、うん、やっぱり乗れば乗るほどなんかこう自分にフィットしていく感をすごく私は最近感じておりまして、最初はやっぱりね、こう新車お願いしますみたいな感じでしたけど、もう今となってはもう相棒ですね。あ、もう本当にマツダ3はご存知ですか。私今日初めて見たんです。はい、どうですか、このめっちゃかっこいいですね。この横サイドをバーッと見るとすごくこう曲線が、ボディの曲線すごい独特じゃないですか。そうですね、この3はね、本当にこの曲線美っていう感じなんですけどね、したがってもう濃淡になってるというか、うん、そうですね。でこれがまたきっと道路をファーッと走るといろんな表情を見せてくれるんじゃないかなと。そうなんですよ。セダンといえば結構こう横に意識したデザインになってまして、ね、だからなんか後で、まあ、私まだ乗り込んでないんですけど、はい、乗り込んだ時にこのゆったり感とかすごい楽しみやなと思います。うん、いい、かっこいいぜですね。これ新しいタイプなんでしょう。第7世代ですね。世代、そう、一番新しい世代で、こうマツダ3からこうまたマツダの新しい世代が始まるというね、その最初の1台なんですよ。進化が止まりませんね。そうですね、止まりませんね。ワイドにどっしりゆとりがある分、ちょっと車高もぐっと低く見えて、それもまたなんか高級感をより強調してるなと思いますね。かっこいいですね。なんかスマートで、あんまりボタン類も見えないのがサイドに配置されてて、一瞬何かわからないぐらいのね、存在感が増しましたね、鍵の、はい、このね、カラーもこの車のカラーに合わせることもできるというね、はい、本当たまらないオーナーのツボを押さえた鍵なんです。じゃあ開けますよ。はい、入った。おっとおっとおっと、急にここもなんか違いますね、中島さん。あの8にあったものがないでしょう。ない。え、ここのボタンがないんか。そうです、そうです。でもボタン、そのへこんでるとこ分かります？はいはいはい。これがね、触るだけで開くようになってるんですよ。なんてこったい。シャープになってるデザインも、デザインを崩さないと、ね、軽い軽い、はい。このシートがね、またこのマツダ3から変わってまして、はい、うん、骨盤を立てたスタイルが人間が一番安定する状態らしいんですよ。それを座った状態でしっかり骨盤を立てて座れるようなシートになっていると。私毎朝ヨガでやってるそれです、そうです。あ、そうそう、お尻の肉かき分けるやつですねそうそうそう。そしたら座骨で座る、はい、本当にあの骨盤がぐっと立つことによって体がすごい楽になるんです。そうなんですよ。でそれこそ骨盤がこう寝てきたらどんどんこう猫背になっちゃって、うん、でどんどん体に負担がかかるんですけど、それがないということですね。そうなんですよ。比較してここめっちゃ変わってるやんは、やっぱりマツダコネクトですよ。まずこのなんていうの、ジョグ、はい、なんていうのかな、これが8だったらもうちょっとこう小さいんですよね。小さくってクリクリクリっていう感じだったんですけど、うん、それこそこう大きくなってるでしょ。大きくなって、はい、なんでこれ大きくなったかっていうのはちゃんと意味があるんですよ。何？ここがなんとですね、うん、あの、あら、タッチパネルになってるんです。触れるようになったんですよね、この上で。 そ、 そうなんですよ。すごい。すみませんね、私が全然違うところにしちゃったので今という。まあ、なんか全体的にこのなんかデザインとかもめっちゃおしゃれになってる。おしゃれでしょ。字体とかフォントめっちゃ可愛くなってる。おしゃれでしょ。なんかこうスマート、こう時計表示すらもね、なんかほんまやわ。おしゃれ、滑らか、動きがこう、うわデザインがもう全く一新されてるし、うん、このクーラーの配置とか、はい、まあ、このステッチもそうやけど、はい、全然違いますね。なんていうかスマートにこう
高級感ある。あ、ここのなんかこう収納的なところとかもすごい増えてるな、はい、ここもこう、あ、引いてあげるっていうね、はい、あらー、大容量。そうなんで、ここにあの HDMI と USB が入ってるという、ね、便利だわ。これ本当に便利なんですよね。ここについてたらやっぱりこの肘置きが大きいとだいぶいいですね。ね、両者置けますもんね。2人置いてもまだ余裕があるというね。両者置ける、はい、素晴らしい。喧嘩にならない、素晴らしい。マツダ3、はい、レッツゴーレッツゴー。わー、もう目線が全然違うな。私いつもいい人だから静かだなそうなんですよね。めちゃくちゃ静かなんですよ。これがまたすごいな。防音室かないよぐらいねえ。静粛性が、外のなんていうかこうエンジン音とか車のこのノイズはするんですけど、外の音一切聞こえないですよね。全くよ。その辺でね、いろんな雑音が外にはあるはずなんですけど、あの車の通る音とか隣に車をすれ違う音とか全く聞こえない。アジャストタイム、あ、すごい。やっぱナビ見やすいね。あ、そうですか。あ、ちゃんとね、標識とかも標識出るんですよね。なんて言ったってやっぱこれ座り心地はいいな。あ、やっぱ違いますか。全然違う。そのさっき中島さんが言ってたこの骨盤のところ、その支えが本当にちゃんとしっかりして、私あの腰が悪いので、はいはいはい、はい、ヘルニアなので、あ、本当に助かってて、この他のマツダ車もそうですけど、すごいしっかり支えてくれるからいいなと思ったけど、さらにだわこれは、うん、よりパワーアップというかね、うん、いろんなとこ行ってるよね。いろいろ、そうですね、行かしてもらってますね。どこが楽しかったですか。いや、もう鹿児島が死ぬほど、あの美咲さんも乗ってましたけど、あのロードスター、そう、ね、なんか一泊しながらね、途中で休まないと無理ですけど。へー、鹿児島 か美咲さんはあのなんか神戸の綺麗な背景の後ろで、そうそうそう、私は免許取ってすぐに、はい、そうですね、もう本当胃の一番に真っ赤のロードスターで明石海峡大橋を渡るという、はい、あれかっこよかったですよね。もう本当お登りさん極まらない行動でも私の憧れやったから、もうゴリゴリ初心者マークつけてでもなかなか初心者マーク付きのロードスター見ないですね、うん、かっこいいでしょ。逆にね、逆にかっこいいですね、うん、ですよね、坂の加速だいぶいいっすな。で、まあね、ほんと気持ちよくスピードをね上げていけるという、おーおーおー、いいですよ、いいですよ、うん、人に優しい加速だね。確かにそうですね、運転しててもこうストレスない、うん、なんか頑張らなくていいっていうね。そうそう、骨がグーンとかならないし、ならない、すごい全部スムーズだわ。なんか何一つその本当に何一つストレスのない車だわ。困ることもない、うん、なんかもう、もはや仕事っていうことすら忘れて今までずっと来たからねここまで私はそうなんていうか落ち着いて、なんか自分の部屋ごと移動してる感じ。そうだね、なんですよね。車は自分の部屋。というわけで、眩しい眩しいですね。なんていいお天気なんでしょういいお天気の中、マツダ3、はい、どうでしたか。むっちゃ静かでしたね。静かでしたね、うん、普段私運転することがほとんどで、はい、助手席乗ったの多分初めてです。神戸マツダアンバサダー藤原美咲、今後も、CX-8 に乗りながらいろんな旅を続けていきたいと思います。急に締めてしまいましたありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんもですね、あのマツダ3試乗してみてください。もうこのどうして私たちがこうなったかっていうのをね、改めてあの体感できると思いますんでぜひ神戸マツダの各店に、もう配備されておりますので、マツダ3ぜひ乗ってみてください。乗ってみてー。